はい、こんばんは、ダメじゃん。こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、何をやっていこうかというと、恵方巻きシリーズずっとやってますけど、今日はね、どうやってやろうかなと思ったんですけど、回転寿司、大手回転寿司店4社ですね。はま寿司、かっぱ寿司、スシロー、くら寿司ですね。この4社は、ちょっとね、まとめて1回分でもまとめてやっちゃおうと思います。出ないと、2月3日までに毎日投稿でも間に合わんということでございますんでね。2月3日というか、本来予約締め切り日までにね、全部出し終わないといけませんからね。ちょっと急ピッチでやっておりますね。ちょっとここの4社はね、ちょっとデータとかまとめとって、これもまとめてやった方がいいかなという感じがしたんで、4社まとめて見ていきたいと思います。それではね、もう早速いきます。よろしくお願いします。なんでね、こんなにね、急ピッチでやるのかっていうとね、まあ言うてね、今ね、本当はね、夜ね、撮ろうかなと思ったけど、やっぱね、ちょっと騒音問題とかあるかね、で、夜中撮ると撮れないでね、どうしようかなとか、思っとったらもうね、寝落ちしたんでね、慌ててね、起きてね、今資料のデータ準備して、やっておったんでね、そういう兼ね合いでございます。ではね、まずは、スシローから見ていこうかなと思います。よいしょ。こんな感じ。で、今回は、もうすいません。ちょっと、特設サイトさん、またリンク貼っときますんで、そちら詳しくチェックしていただけたらなと思うんですけど、各社さん、やっぱ大手さんなんでね、ホームページにもう特設サイトを設けておりますと、そこのところね、見て、チェックしていこうと思います。ちょっとね、本当ならね、全然ね、回れたらいいんですよ。とかね、回りたいですよ。個人的にはお寿司大好きなんで、全然行きたいんですけどね。さすがにね、あと、今月の食費1500円って言ってる人間がね、一回行ったらどう思うとかね、多分1500円じゃ今足りないですもんね。もう、お寿司屋さんね。2000円ぐらい食いついちゃいますからね。こんだけ値上がりしちゃってるんで。っていう中で、じゃあ今年はどんな感じなのかっていう恵方巻き見ていきましょう。スシローは寿司屋の恵方巻きって言ってます。こんな感じで海鮮上太巻きの、イメージって出てますけどね。ああ、こういう感じで巻くんですよね。すまきのところでこうやってやってますよという感じなのかな。機械じゃないのかどうなんでしょうね。あれなんですけどね。2月3日で、私は2月1日と、2月から2月3日ってこと。事前予約、1日2日は事前予約のみの対応という感じらしいです。ということなんですけど、品目の方を見ていきましょう。答えですね。まず1つ目が、海鮮上太巻き。これはね、ハーフサイズらしいです。9センチなのかな。ちょっとね、実はね、具体的な数字が書いてないので、ちょっとその点わからないんですけど、海鮮上太巻きがまず、一番上に来る。まあ、だからこれが一番フラグシップになってくるのかな。まあ、海鮮ですからね。やっぱお寿司屋さんですからね、ってことですね。まあ、いろいろと、かなり贅沢にいろいろと入れてますね。天然赤身、マグロですね。マグロでしょ、これですから。まあ、赤身で、エビ、イクラ、生サーモンが入っとって、上アナコに、アナコですね。ネギマ、ネギマグロ。あ、ここにいるね。ネギマグロ。で、卵、中具って言ってまとめてますけど、一応、椎茸、かんぴょうの甘煮ってことはね、もう他のところがね、これ基本的に、椎茸、かんぴょうを分けて買い取ったんで、もう、一応これをまとめ、別々にカウントしてますけど、品目は。で、きゅうり、エビおぼろっていう風になってます。きゅうりに、エビおぼろ、これかな？ということかな？エビおぼろって、はい、になってますね。ということでございます。これかな？ということですね。で、760円。税込みですね。まあ、多分これフルサイズで作るとね、ちょっといい価格になってくるんで、お求めやすい価格でということで760円に、ハーフで760円でしてる、ある感じかもしれませんね。まあ確かにこんだけいろいろと入ってると、かなりわがまま品目になってますからね。で、お取り頃にっていう感じで調整してるのかなと思います。まあ、なんせフラッグシップで760円やったら安いですよね。で、昔から親しめる寿司を定番の恵方巻きってことで、寿司はもともとアキンドって言って、大阪の方の、恵方巻き屋さんじゃない、お寿司屋さんが発展してるんでね、まあ、もともとその恵方巻き文化が根付いてるところから来てるっていうところでいくと、このあたりもね、恵方巻きも、結構この上太巻きって、恵方巻きって名前で売らんと、上太巻きって名前で売ってるあたりも、ちょっとそのあたりの歴史があるかもしれませんね。で、見てみると、煮穴子、エビ、卵、高野豆腐、煮かんぴょう、きゅうり、エビ、おぼろってなってますんで。まあ、シンプルな感じのあれですよね。これは、でも、まあ、そうですよね。
こういう感じもいいですよねってことで。で、次が、ちなみに490円。まあ、安いですよね。これは、フルサイズみたいです。フルサイズか、18センチなのか13センチなのかちょっとわからないですけど、18にしちゃえらい安いとは思う。13センチなのかな？書いてない。ちょっと、そのあたりは、わからないです。すいません。ということでございます。で、寿司の管理会社で海鮮を使ったおり、キンパってことで。そう、キンパね。このシリーズでずっと言ってた、韓国風のやつなんて名前だったっけよーって言ってたけど、キンパだそうだっていうことでございます。で、キンパは、これも海鮮なんですね。海鮮のキンパなんですね。なるほどな。こういうキンパもあるんだってことで。まあまあまあ。こういったや、キンパもね、大阪とかそっちの方とか、やっぱ、豊橋とかそっちの方とかね、そういうところが、韓国料理強いですから。まあそういう中で踏んでるのかなっていうところですね。で、490円、サーモン、エビ、卵、新子、キュウリ、ごま油にマヨネーズってことで、ごま油、マヨネーズとか、が、こう、わっと入ってきてる。で、ごまがね、まぶしてあるのはキンパの特徴ですもんね。っていうところなんで、まあ、かなり食べ応えがしっかりとある感じ。で、新子、キュウリが入ってる。まあ、これだけ、あれなんで、そういったアサリ、具材を入れると、調節が効くということなんでしょうね。これも490円、もう安いですからね。なるほどなということでございます。こういう感じのラインナップでした。ちなみに一部店舗で、品目、価格等が変わることがあるらしいです。あと、京田さんとか、そのあたりのところはまだ別の、ところになってきますね。あくまでも、スシローさんのところという形になりますよということでございます。ちなみに商品名に生表記があるものについては、冷凍解凍品、ブランチング品が、含まれますということでございます。ブランチング品とは表面のみ短時間の熱処理を行ったものと、いうことと考えています。あと、容器代とかも含まれますよということでございます。またね、一覧でちょっとその辺りも見ていこうと思います。これは以上、スシローさんでした。で、次、はま寿司さんですね。はま寿司の恵方巻きはこんな感じと。特上、海鮮恵方巻きということでね。まるまる、ここからではね、4.5センチの、18センチってことなんで、直径は4.5センチっていうことなんで、5センチサイズとかがあったところとかと比べると、そこまで太くはない。けど、まあ、4.5センチですからね。まあ、セブンイレブンと同じぐらいのあれですね。で、まあ、18センチね。まるっとあるということなんで、相当ですね。で、九州の具材ということで、入ってるのが、エビ、イクラ、トビコ、マグロ、たたきに、厚焼き卵、大葉、海鮮サラダ、キュウリ、カニカマっていうことで、そんなに、豪華っていう、まあ、イクラとか入ってるんでね、豪華感は出てるっちゃ出てるんですけど、イクラとトビコ両方入れちゃって、まあ、多分食感と、こっちはね、プチって潰れてジュワっていう感じですね。こっちはもうプチですから。いろんな食感をこう楽しむっていうといいのかなと思います。海鮮サラダが入ってるんでね。これで結構ジューシーさ、ここジューシー感もしっかりと出るんでね。結構ね、食べ応えはあるんじゃないかなと思います。若い方々、これ、18センチで608円ですからね。で、海鮮が食べれるんで、すごく、おと、あの、コスパ、よく食べれるんじゃないかなという感じはします。18センチありますわね。フルサイズっていうふうに記載がありますよということでございます。で、何がびっくりしたってね、はま寿司ね、that's all なんですよね。以上らしいです。マジか。1種類なんですね。っていうことらしいです。販売は2月1日から3日の間という形らしいですよ、ということでございます。っていうふうに、もう、相手言いましたよ。もう、海鮮屋さんですからね。もう、品目絞って、ドンとやるということで、もう海鮮にもう特化してやるよ、という感じが、見て取れるということでございますね。しかもそんないろんなラインナップ入れるってなくても、これ一本でいきますよ。まあ、他のね、普通の巻物が良かったら別に通常ラインナップで持ってますからね。それでいいでしょうということなんでしょうということですね。こういうふうになってました。と。以上、はま寿司さん。はま寿司さんがね、この辺りがね、品目少なくて下がりました。というかね、全体的にその品目はね、少なめなんですね。その後もまた後は話しますけど。次はね、かっぱ寿司さんですね。かっぱ寿司さん1月27日から、2月3日も結構、長い期間発売するんですね、ここは。ということなんですよ。恵方巻きウィークみたいな感じで、ね、もう、1週間丸っと取ってありますもんね。ということで、かっぱ寿司の恵方巻きを見てみると、こんな感じ、ドーンと3種類ですね。
豪華10種改正項目、これ980円。これがフラグシップなのかなと思ったら、やっぱこっちの特製項目、こっちを売りにしたい感じがありますよね。390円、421円ということで、イカサラダ、エビオボド、厚焼き、卵、カンピオ、キュウリということで、まあ、エビとかも入ってて、イカサラダとかも入ってるんだよね、これでしょうね。かなり、海鮮系の、食べ物答えがある感じ。普通の恵方巻きよりはかなり海鮮感が強いのかなという感じで作ってあります。で、390、420で、これもかなり価格帯としては安い設定だなというところですね。で、豪華11種海鮮恵方巻き、これが1058円、ということで、これが、ハイエンドになってくるのかな。口いっぱいに溢れる、海鮮ってことで、海鮮がたっぷり入ってます。ジューシー入ってます。中トロ、マグロ、ネギトロ、サーモン、エビ、ウナギ、イクラ、厚焼き、卵に、かんぴょう、大葉、きゅうりってことなんで、まあ、ざっくりせましきって感じですね。1058円ね。かっぱ寿司さんはね、価格帯取るときにはね、ちゃんと豪華にしてくるっていうのはね、一つ特徴ですからね。このあたりも結構キャッチーな感じに作ってあるんでね、わかりやすいですよね。で、もう一つは、天然本マグロの恵方巻き。これはね、ハーフサイズらしいです。多分これフルサイズでやると、えらいことになりますね。で、ここに書いてありますね。フルサイズは18センチってことなんで、ちゃんと長いやつですね。まあ、お寿司屋さんですかね。やっぱり18センチありますね、ということでございますね。で、日本マグロのやつだけハーフの9センチっていうことでね。まあ、これはコンビニサイズ。まあ、お手頃サイズというか。でないと多分お値段が、えらいことになっちゃいますからね。あくまで1000円ぐらいのね、ところで抑えるっていうような作り方で、やってるってことでしょうね。なかなか、それは1800円とかするやつは、まあ、買ってくれんやろという、見方ということでしょうね。そういうのでどんどん出してくるところもあればっていうところがまた一つ戦略の違いというところに行くと、比較的大手回転寿司チェーンさんは、もう1000円以内、1000円、ね、ハイエンドでも1000円前後というような設定が多いのかなというところを見ております。天然本マグロの恵方巻き。これも、天然本マグロのトロってなってますね。で、天然本マグロのネギトロ、大葉、きゅうり、ごまっていうことなんで、中トロかな？まあ、見た感じは、もうそろではない感じです。それね、多分中トロなんでしょうね。と、ネギトロってことなんで。これね、結構ね、マグロの中では相当、油ぎっしゅ感、ある感じで作ってありますから。でも、本マグロでしたらね、油ぎっしゅでもね、全然上質な感じになるんで、嫌味はないと思いますけどね。結構、ハーフでも食べ応えあるんじゃないかなという感じはしますね。で、キュウリごまも入ってますよ、ということでございますと。ごまも入ってんだね。天然本マグロでやってるっていうのが、一つ。この3種類で攻めてるっていうのが、いわゆる、低価格で数、を持ってく恵方巻きと、ハイエンドのやつと、まあ、ミドルレンジというか、お手軽にして、楽しめるようにっていう感じで。まあ、いろいろ食べたい人はこっちがいいですし、いや、マグロ、やっぱね、太巻きはマグロをしっかりと楽しみたい人向けにはこっちもあるっていう感じで、っていうラインナップのところで、まあ、ブロードのところちょいとぐらいのところで独自路線出してっていうところがこう見えてくるのかなって感じが、かっぱ寿司さんでした。続いて、本気が、これは、くら寿司さんですね。くら寿司さんはちょっとやっぱ特徴出てますね。結構、まずラインナップちょっと多めになっておるっていうところと、価格がね、今年の節分2月の3日で、手作り無添加ということで、こんな感じで、七福巻きが、250円と。なってます。うなぎ、おぼろ、エビ、かんぴょう、みつば、卵、しいたけにってことで。穴子じゃなくてうなぎなんやなってことなんですけど、東日本ではうなぎは穴子になるらしいです。そうだ、思い出したんですけど、今回紹介した中だと、はま寿司と、かっぱ寿司ってもともと東の企業なんですよね。かっぱが群馬でしたっけ？で、はま寿司は全勝ですからね。あっち、東京の方ですね。東京、横浜の方。ってことで、スシローとくら寿司が大阪出身なんですよね。っていうところで、多分、この辺りの差が出てきてるのかなとも思います。七福巻きが250円。これ税込み250円なんで、相当安いですよね。ハーフかな？だとは思いますけど。とはいえ、これはかなり安い。くら寿司、これは安く持ってきたな、という感じです。で、豪華なカニ太巻き、カニのほぐし身が入ってるやつは、もうカニ卵、きゅうり、ザ・カニを楽しんでっていう感じなんですけど、これも380円で、かなり安い設定になってます。で、他のところも、
卵巻きが250円、エビマヨ巻きがエビマヨときゅうりを、まあ、そのまして、で、丸かぶり細巻き、まあ、普段ね、切って売ってる細巻き1本分のやつを、結果が165円、きゅうりだと115円ってことなんで、まあまあ、100円サイズの、やつ、普段ってきゅうりやつを、結果なら1枚。これは3本セットじゃなくて、それぞれ1本ずつの小切りやるらしいです。これは1本約18センチあるよってことなんで、多分これが18センチで、こっちの太巻きを9センチにしてるんじゃないかな。これはもう予想です。書いてないんで、ね、ちょっと勝手なことは言えないんですけど、というところであります。あ、書いてあった。ごめん。下に書いてあった。方向きはすべてハーフサイズで、10センチってなってますね。あ、なるほど。一応、1センチ長いのか。まあまあ、基本多分同じ発想ですね。18の半分のところでってことで。20センチの伸びって近くあるのかな？なんで18なのかっていうと、昔のマス、一升一尺とかのね、寸尺法の時の、糊のサイズっていうのがそのままずーっと肩で来てるんで、それで18センチっていうのが多いんですよ、糊の幅っていうのはね。あれですよね、1号が、180ミリになるでしょ。あれと同じ理論で、寸尺法もその、やつのやつになってるんで、18センチとかそういうような、9、18、27とかそんな感じの、数字になってくるってそういう感じなんですね。2尺で36とかですもんね、36。文章とかね、あったんで、いう感じでございますね。っていうところで言うと、下のところ、10センチになるんだね、っていうところでございますね。まあまあ、オリジナルで、海苔のサイズの規模とか作れるっちゃ作れるのかな、この規模になってくると。っていうのもあるのかもしれません。で、一番の特徴は、先がちらちら映ってますけどね。ザ・くら寿司、さすがだな、というのが、スパイファミリーとの、コラボついてます、っていうことでございますね。ということで、もう、家族向けね、行くなら、やっぱキャラクターもいいなというね、結構、コテコテの、手段を、まあまあ、よく使ってきましたね。アニメのコラボが多い、くら寿司さんですから、今回は、スパイファミリーと組んできて、で、3種、セットらしいです。3本セットで、お肉巻き、ツナサラダ巻き、エビ玉巻きってことらしいですね。で、セットで、ピーナッツが付いてくるっていうことなんですね。まあ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 、恵方巻き、あれですよね、鬼の外をふわうっていうね、ピーナッツでやるところってあるらしいですからね。こっちの方は、普通の豆使うんですけど、千葉だっけ？千葉の方は落花生使うっていう話聞きました。ただね、多分このピーナッツって剥いてあるピーナッツなんですけど、向こうの千葉の方の人は、落花生を確か、殻ごとやるらしいですね。ほら、そうしたらそのまま剥いて食べたらね、外、横でるし、ええやんっていう。発想らしいです。まあまあまあ、落花生、本当に、たくさんありますからね。昔、千葉のお知り合いの方が、おったときに、びっくりしますね。本当にお、えっとね、なんだっけ、えっと、えー、あ、えー、大麻じゃない、大麻をまず、大会袋で言ってね、私も、お茶の発送とかやってた時にね、業務用の発送ですね。30キロごとに、お茶っ葉を詰めてね、荒茶を詰めて、ポン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 って、まあ、あれ、発送するようもあったか、その場で製茶するのに、保管しとくっていうようなのを作ったりするような時に使っとった大麻袋ってのがあるんです。何や、大海袋、大会袋だったっけ、っていう袋があるんですけど、大きい海って書く、大きい海の袋ってのがあるんですよ。それでね、ピーナッツが入ってね、それをね、よっこいしょって持ってくとったのに、どこに、ピーナッツ、あ、落花生。そんな規模で持ってくんのってびっくりしましたね。で、あれですね、何？でっかいスコップってわかる？焼き栗売ってるところが、栗、天津甘栗とか売ってるところが、栗をガシャーって入れて、袋でチャシャシャーって入れて、はいよって出してくれるやつあるじゃないですか。マクドナルドのフライドポテトのシャシャーンってやつ。ああいう感じのイメージ。あれをなんとか持っとって、なんでそれを持ってるのかなと思うんですよ。それをね、ガシャーって最初に、はいよーって、チャシ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 ャーって、みんなにね、シェアしてましたね。これ、千葉にはそういう文化があるんやっていうね、衝撃を受けたという記憶がありますけどね。というようなこととかもあったりしますということですね。丸かぶりに干すも、今日の写真イメージということで、ピーナッツもついてきて、あと、シール付きらしいですね。ということらしいです。スパイファミリーと組んでくるっていうのはね、なかなかですね、強いですね。
まあ、こういうのをやってるのは、今回、くら寿司オンリーですね。アニメコラボとかそういうのは、ここオンリーということで。で、じゃあ一覧で見てみましょう。ってことで、ちょっと、もう4社だけのちょっと一覧だけにしてます。ちょっとすいません。総合の方と合わせてないですけど。見てみると、太巻き、このあたり、ザっていうところは、持ってるのはやっぱくら寿司郎なんですね。まあ、ここはまあ、もともとそういう文化のあるところからやってるんで、で、それ以外のところは、やっぱ海鮮屋さんやから海鮮を売るっていう、ところが強く出てるのかなというところですね。まあ、で、行くと価格設定は、やっぱし、ちょっと、ボーンとくら寿司が安く見えますよね。ですから、七福巻き250円ですけど、これが9センチってことを考えると、一応18センチあるはずの、スシローさんが490円ということなんで、ガッツリくらいやっぱこっちでもありなのかなって感じがします。それは、いうところとかがあったりします。まあ、特徴としてはそれぐらいかな。で、あと、くら寿司は、うなぎを入れてくる西日本、多分、三重は、多分、うなぎになるんじゃないかな。西日本の管轄だと思います。わからねえな。あれ見てみねえと、ちょっと見てみよう。この店舗検索見とけよ。これ三重県民あるあるね。店舗検索を見たときに、さあ、いや、東海ってなってるから、東海だろう、さすがに。そう、これがね、中部近畿ってなってると、さあ、どっちだって悩むんですよね。普通悩まんでしょ。自分のね、ところがね、果たしてどのエリアなのかって迷うことないでしょ。県民は迷うんです。そして毎回、ほら、よかった。東海や。東海ってなったら、大体こっちにないってことですよね。西日本かどうかも書いてないな。書いてないね。四日市、松阪、名張、鈴鹿、桑名、伊勢にもあるんですね。というところです。あと西かどうかも書いてないけど、多分西だと思いますよね。まあまあまあ、気になった方はね、ご予約するときにね、チェックしてもらったらいいんじゃないかなと思います。というところですね。そんなところでございます。でもこんな感じで、かなり価格設定は、お寿司屋さん、でもやっぱ低価格のお寿司屋さんだよっていうのは、やっぱこのあたりでもアイデンティティ感じます。一番高いのは1058円ですからね、カッパの。しかもカッパなんだっていうね、意外なところです。スシローがこういうの持ってきそうなイメージでしたけど、スシローはあくまでもここはね、そんなに高く設定してこないというところですね。4級で、で、多分、海鮮上布団は、これが系ハーフなんで、これが900だと思いますけど、っていうような感じで、意外と結構ばらけだな、という印象ですね。意外と結構ラインナップのさ、もうね、はま寿司なんて一本勝負で言ってるし、逆にくら寿司はもうね、かなりバラエティ豊富に8本で行って、細巻きとかまで入れてきてますしね。っていうようなところとかもあったりするんで、こういうような感じで結構いろいろと違いがあるんだな。さあ、まあね、回転寿司屋さんね、最近はなかなか、お寿司でね、食べるの高くなっちゃってね、回転寿司でも高くなっちゃったんで、なかなか大変な、ことになっておりますけどね、まあ、せっかくのね、節分の時ぐらいはね、このお寿司屋さん行くって言うても、ありなのかもしれません。そんな時もちょっと、工場に入れていただければいいんじゃないかなと思います。ということでね、今回はこれ、今日はね、これぐらいで、締めて、またスーパーマーケットに戻れるのかな、ちょっと、データあるところから探してね、また、行きたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、この動画は以上で締めさせていただきますね。ご視聴ありがとうございました。ああ、意外と喋ったね。ああ、意外とこれで23分喋るんだな。ああ。